高久し岡は台湾台中市の観光名所、綾子県村の壁画アート制作者。人々からは彩りにジジいジいと呼ばれている。祖籍は中華民国関東商大山形。父の大平は日中戦争で日本軍との交戦中に戦士長岡は6人の兄弟姉妹で長男だった。幼少時から武術や七世つづみを習い、青年時には 中国青年軍に入隊し、戦後は香港の九龍町を経礼に定住、就業していた。国境内戦時には海南島で兵として任務に従事。1950年、国民政府が台湾へ撤退するのに合わせて兵東県に移住する。その後は中華民国空軍に所属。金門砲船で左肩に被弾して負傷。退院後は、 台中の坪林陸軍新兵訓練中心で班長として文書処理業務に携わり1979年に退任した。その後、実定で香港在住の高ウキラが30万入台湾ドルを援助、自己資金を合わせて現在の綾子県村にある家屋を購入した。55歳で退役後も余力を自覚していた栄岡は、 台中工業区や霊東鍵大学で警備員として、就業、日中戦争や金門砲戦での貢献を認められて2015年に、公選勝利記念賞を、2016年には、保衛台湾記念賞を受賞している。綾子県村の作品映画館は2008年8月から、壁画アートを手掛けるようになり、2010年9月に民間に、総スクややこ村活動が広がるまでになった。 彩り日村は取り壊しを免れ、あやこ芸術公園として保存されている。また、一般人の口コミや市政府の観光案内サイトで推薦されるようになったことで、インターネットでの人気が急上昇し、知名度も向上した。台中市政府は、長岡が90歳近くで、ネットに明るくない事情を踏まえ、民間に公式サイト制作を委託した。そして、 作品の理念とマーケティング、グッズ制作販売を行うボランティアの参加を呼びかけた。官民による数々の支援は作画活動だけでなく、建築物の維持補修にも及び、2011年にエイミニーイ員の看護師だった女性と結婚も実現するなど、長岡を取り巻く人生は大きく変わった。国立呼吸博物院の県流特典では、長岡を 台湾の百大芸術家のトップとして扱った。2016年には台中市政府が故郷の香港向けに観光新全体就任を要請、他にも自身が高齢にもかかわらず民間の老人ホームなどに事前活動を積極的に行っている。現在も午前3時に起床して作品を描き続けている。写真を頼まれても V サイン姿で気軽に応じるなど訪問する観光客を歓迎している。ありがとうございます。